食の秋、読書の秋、そしてバトスピの秋。お前は勉強の秋だな。バトルスピリッツ、みんなやろうぜ。バトスピタイム。カードバトラー串山翔太くんが対戦するのはジャスティス橘だ。頑張るぞ。行くぜ。ゲートオープン、解放。翔太くんのターン。バーストス。鎧袋を召喚。ボイドからコア1個をこのスピリットの上に置く。アルティメットキャノンベルを召喚。早いね。じゃあアタック。ライフで受けよう。アルティメットジオを召喚。アルティメットジオでアタック。アルティメットリガーロックオン。ドン。いくつだ。10。ガードか。ライフで受ける。ライフで受ける。バースト発動。ニブロックバラがアルティメットキャノンベルでアタック。アルティメットトリガーロックオン。オフ。ドン。4。ガードか。ダンデラビットでブロックしよう。破壊される。アルティメットカイザーアトラスを召喚だ。キャノンベルでアタック。アルティメットトリガーロックオン。オフ。ドン。3。よし、ブロックされない。ヒット。アルティメットローラブロックするで。アルティメットジオブロックだ。高い。アルティメットカイザーアトラスでアタック。アルティメットトリガーロックオン。ドン。ヒット。相手のスピリット3体を疲労させるんだ。ライフで受ける。アルティメットオージンを召喚。アルティメットカイザーアトラスでアタック。アルティメットリガーロックオン。ドン。5です。5。ヒットだ。アルティメットオージンでブロック。破壊。 BP を比べ相手のスピリットまたはアルティメットだけを破壊したとき、相手のライフのコア1個をボイドに置いてくれ。そしてライフが0になった。これが俺の正義だ。今回の勝者はジャスティス橘だ。翔太くん、いいバトルだったぞ。君も素晴らしいカードバトラーだ。バトル解説。今回使ったデッキのキーカードはこれだ。アルティメットカイザーアトラス。アルティメットトリガーがヒットした時、相手のスピリット3体を疲労させる効果でブロッカーを減らせるぞ。そしてアタック時、 BP を比べ相手のスピリットアルティメットだけを破壊した時、相手のライフのコア1個をボイドに置く効果も強力だ。緑デッキの展開力とアルティメットカイザーアトラスのアルティメットトリガーで総攻撃をかけろ。カリスマたちとバトルするチャンス。カートゥーンネットワークのウェブサイトから今すぐ応募しよう。バトルで使われたデッキレシピも公開中だ。バーストインパクトで君のデッキが強くなる。全部バーストカード。バーストインパクトを手に入れろ。 This is my justice.